いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ああ、帰ってきたか。やはり裏で糸引いてたのは近江の誰かだったの？ああ、戦国だ。マスターたちは金で追い込まれたらしい。そう。はあ、どうしたんだ、何かあったのか？義龍、ちょっとヤバいことになっちまった。さっきの天のビルの一件、
どうやら俺が容疑者になっちまったらしい。どういうことだ。警察の監視カメラに誠が撃った瞬間が映っていたらしいんだ。どう見ても伊達が撃ったようにしか見えん。これは何かの間違いです。これは現場にあったものだ。鑑識で伊達の銃のものと判明した。何度も申し上げる通り、彼は我々の極秘捜査に協力してもらっているもので。元刑事とはいえ、銃の携帯などを許せるはずはなかろう。おっしゃる通りですが、彼の協力がなければミレニアムタワーを爆破させた組織を特定するのは難しい状況でして。君らが追っていた組織とは何なんだね。人言派です。人言派？何を言ってるんだ。人言派はとっくに壊滅したはずだ。いや、公安部が半年前から内定してたところ、その残党がまだ神室町に潜んでることが分かったんです。確かな情報なのか。ええ、我々がマークしていたスターダストというホストクラブのオーナーはその可能性が高かったのです。なぜ公安部は正式な捜査を行わなかったのかね。和樹は用心深く頭が切れます。そこで倉橋課長から和樹と親しい伊達さんの捜査協力要請があったんです。事情は分かったが、このような結果になってしまったんだ。伊達を逮捕するほかなかろう。逮捕？これが公になってみたまえ。元刑事のスキャンダルとしてマスコミの格好のネタになるだろうが、すぐに伊達の身柄を拘束する手続きを取る。待ってください。現時点をもって本捜査の指揮権を捜査一課へと移行。人言派の事件においても同様だ。公安部も四課もこれ以上の手出しは無用だ。分かったね。はい、分かりました。以上だ。倉橋課長。分かっています。伊達さんのことは私にも責任がある。いい方策を考えてみます。ビデオに映っているのはほんの一部じゃない。そんなことは幹部の連中にはわからない。だとしてもビデオに映っていただけでどうして容疑者になるのよ。今この街で起きた事件は全てビデオで検証することになってるんだ。あの男を射殺したのは私よ。銃を提出して証言するわ。よせ。元刑事とはいえ、一般人である伊達を使って極秘捜査をしていたことは事実なんだ。それに現場には誠が撃った時の銃弾が残ってる。お前の銃弾はもみ消されちまうだろう。花屋が撮ったビデオが証拠になってるのか。おそらくそうだろう。こうなったらとことん人言派の動きを追ってやる。だがこのまま神室町にいたら逮捕されるのは時間の問題だろう。一旦離れた方がいい。これからどうするつもりだ。大吾の居場所を探し当てて、そこから人言派を探ってみる。どうやって？こうなったらあいつを頼るしかない。花屋か。ああ、何か掴んだら連絡する。
っと待って。ここにあるのね。ああ、ここの50階だ。エレベーターは向こうだ。久しぶりだな、キリ。地下の次は堂々と高層ビルの中に設備を持つとはな。まったくあんたがやることにはいつも驚かされるぜ。綺麗なお嬢さんだな。こう見えても府警四課の刑事だ。瀬山薫さんだね。どうして私の名前を。高専在学中20歳で国家公務員2種をパス。人事院からの推薦を受け、卒業後府警に準キャリアとして採用される。その後配属先を4回と移し、今年の7月最短の4年というキャリアを経て警部補へ昇格。同時に4課主任へと就任する。通称ヤクザ狩りの女だったかな。どうしてそれを。ふん、あんたたちが神室町に入ってからの動きは大体知ってる。その間にちょっと調べておいたのよ。さすがだな。まあな。じゃあ俺たちがここに来たわけも分かってるのか。ああ、大体察しはつく。堂島大吾の件だろ。そうだ。俺は大吾を誘拐した奴らに言われ天野ビルへと向かった。そうしたらあの騒動か。妙な事件に巻き込まれちまったな。伊達さんの話だと警視庁に証拠のビデオを提供したのはあなただと言ってたけど。確かに。だがあれは運が悪かった。映像の角度的に伊達と和樹しか映ってなかったんだ。それで伊達さんは容疑者になってしまった。そうだ、悪いことをした。え、どういう意味。もし俺が確認してたら、あんな情報量の少ない映像を証拠として提供しなかったってことだ。言い訳になっちまうが、あれは俺がいない間に警視庁に流れちまったのよ。つまりどういうことだ。どうやらネズミが入り込んだようなんだ。スパイってこと。まだはっきりは分からんが、例のここのビルの爆破も通常なら事前に察知できたはずなんだが、肝心の情報は全く俺のところに入ってこなかった。あなたの目を盗んでモニタリングをしている人物が内部にいるのね。ここは24時間体制で神室町の様子を監視している。だが当然俺がいない時間帯がある。その隙を突いて誰かが小細工したとしか考えられん。誰がネズミか見当はついてるか。いや、ここで働いている連中は全員がサイの河原にいた古い付き合いの者ばかりだ。
そう簡単に裏切るとは思えんのだが。ボス、例の男を発見しました。メインモニターに回せ。大悟なのか。そうだ、あんたがここに来ると思って先に手を回していたのよ。場所を特定しろ。太平通りです。ビルは。どうしたんだ。停電です。原因は。どうやら変電室に異常が起きたようです。非常用システムで対応します。このビルの電気は全て変電室から供給されているんだ。ボス、変電室に侵入者がいます。今モニターに移します。何者だ。何人いるんだ。8人です。この部屋はどこにあるんだ。このビルの地下10階だが、退治してくれるのか。ああ、何としても大吾の居場所を知りたいからな。これで8人目ね。ああ、最後の一人だ。お前は。キリア、おとなしゅうその子を渡したってな。我ほどの男をこないなところで殺しとうないんすわ。おい、やれや。虫殺したれや。誰。近江連合の林って男だ。近江。なんでお前がこんなことしてんだ。わしは今龍二さんの下にいてまんねん。直接近江とは関係あらしまへん。何。それで俺たちを妨害しようと。わけはよう知りまへんわ。ただここの変電室を壊してこいって命令を受けただけですね。思い出したわ。1年前の事件後、近江のカンブリストから林って男の名前が消えたの。
どこに行ったのかと思えば合流会にいるとはね。我々もしかしてヤクザ狩りの女とか言われたる刑事官でっか。府警四課の佐山よ。おお、そないなお人がヤクザ組織の元組長さんと一緒におるとは意外でんな。舐めたこと言わないで。あなたのしていることは住居不法侵入、器物破損、もしここで抵抗したら公務執行妨害、罪は重いわよ。ふん、脅しでっか。そないなもん命捨てたわしじゃ通用せえへんわ。なんだと。もう近江連合の林いう男は死んだんじゃ。わしは龍二さんに天下取らせる、そのためやったら刑務所だろうがどうでも言っとるやないけ。
Hmm.
しかし林のような幹部衆まで郷田隆二は取り込んでいたとはね。ああ、それだけ敵も本気ってわけだ。さあ、これで電気は戻ったわ。よし、上に戻ろう。ボス、システムが復旧します。よし、電源を入れろ。堂島大吾の居場所を移せ。はい。故障か？いや、誰かにハッキングをかけられています。何だと？どうした？何者かがシステムに侵入して妨害しているんだ。これも交流会の仕業か？状況から考えるとおそらくそうだろう。貴様、早い！これじゃ対応できん。変わって。早く。なるほど。あいつ、すごい。さすがだな。さすが？なんだ、お前知らなかったのか？あれが狭山って女刑事の本職だ。本職？俺の調べたとこじゃ、奴は高専時代にプログラミングを極め、その技術が買われて府警へ入ったらしい。当時生活安全部が新設したハイテク犯罪対策のエンジニアとしてな。ハイテク犯罪対策？ああ、つまりインターネット関連の犯罪を取り締まる内勤の捜査員ってことだ。狭山は国家西上がりの準キャリア、専門職として採用されたその道のエキスパートなのさ。じゃああいつはなぜ4階に？配属後すぐに本人の強い希望があったらしい。最初から彼女の目標は4階に行くことだったんだろう。そこまでして4階に？
まあ俺が知ってるのは狭山の来歴だけだ。人の心の奥までは覗けねえからな。相手もかなりやるわね。よし、いける。大したもんだ。堂島大吾の居場所が分かりました。どこだ。太平通りにある桃源郷という店の一室です。桃源郷だと。知ってるの。ああ、1年前に行ったことがある。世話になったな。さっきの騒動で俺たちが居場所を突き止めたことが向こうに漏れてるかもしれん。わざわざ大吾をこの町に連れ込んだのも俺をおびき寄せるための罠に違いない。そう思っていた方がいいだろう。くれぐれも気をつけろよ。ああ。元ヤクザに四課のデカ、不思議なコンビだ。ここなの？ああ。うん。
Ha!
悪い。五田会長は別の場所に連れてかれちまった。すまね。いや、こっちも遅くなって悪かったな。大丈夫か？大丈夫じゃない。死にそうだ。どうした？どこか怪我でもしたのか？そうじゃねえ。腹が減って死にそうなんだよ。ふん。それなら体の方は問題なさそうだな。一人一人の動き、銃の撃ち方、奴ら普通の組織じゃねえ。まるで軍隊のようだった。軍隊か。大丈夫か、大吾？柏木さん、体は問題ないのか？すみません、五田会長を守りきれませんでした。それは聞いた。気にするな。お前が無事で何よりだ。それで、お前と郷田会長を拉致した奴らはどこのどいつなんだ？詳しいことはわからない。だが自分たちのことを人言派と呼んでた。本当に人言派と言ってたのか？柏木さん、ご存知なんですか？ああ。だが人言派は壊滅したはずなんだが。さっき府警に連絡して人言派のことを調べてもらったら、そんな組織の記録はないと言ってたわ。人言派は世間では全く知られてない組織だからな。けどそれだけの組織だったら警察の記録には残っているはずよ。警察は人言派の存在を抹消したんだ。どうして？あれは20年以上前のことだ。当時のカムロ町は道島組以外に海外の勢力がひしめいていた。その中でも最大の組織が韓国の人言派という組織だった。東上界で中堅だった道島組が大きくなるには、そういった組織を制圧するしかなかったんだ。で、やるんでか、おやさん？ああ、皆殺しだ。皆殺し？どうした、何か問題でもあるのか？いや。なんや、風間。行さん人殺したお前が何ビビっとんねん。そういう問題じゃないんだ。親父、戦争以外の選択はないんでしょうか？何アホなこと抜かしとんねん。先に喧嘩吹っかけてきたんは向こうやろが。やられたらやり返す。それが極度や。なあ、風間。お前の言うことがわからんでもない。おやさん。まあ、待て。だがな、あの人言派って奴らは別だ。奴らのやり方は尋常じゃない。このままだと、道島組が壊滅ってことにもなりかねない。
ですが、叩くなら今しかない。下手な情を挟めばそれが禍根を残す。だからやるしかねえんだ。わかるな？はい。でも本当に皆殺しにする必要があるんでしょうか？当たり前や。うちとこの組員が何にやられた思てんねん。わしはあいつらの息の根止めな気がすまんねや。やつらのアジトはディスコホールの裏のビルにある。チャンスは今夜だけだ。任せといてください。はい。風間の親父さんは最後まで迷っていた。だが白いものでも親が黒といえば黒になるのがこの世界だ。結局組のために風間の親父さんは島野のおじきと共に人言派のアジトに乗り込んで組織を壊滅させた。結果堂島組はカムロ町を手中に収め、東上界での勢力を伸ばした。その後島野のおじきは独立して島野組を直系に昇格させた。その時の構想で堂島組一派組織を大きくしたってわけか。堂島組だけじゃない。東上界もその勢いに乗じて関東一円に組織を拡大させていった。でも今の話じゃ人言派は壊滅したことになるんじゃないのか？その通りだ。人言派は壊滅したはずだ。だがもしかしたら生き残りが存在していたってことになるのか。生き残り？じゃあその生き残りが合流会とつながってるってことになるな。ああ。でもそれだけ大きな事件なのにどうして警察は動かなかったの？当時警察は人言派の実態をつかみかねていた。だから堂島組に奴らの壊滅を任せる形を取ったんだ。つまり見て見ぬふりをしたってことなのね。まあそうだろうが、本当のところは当時の担当刑事でもなきゃわからんだろう。担当刑事？誰なの？名前までは覚えてない。何せ20年以上前の話だ。そう。しかし偉いことになった。合田会長はさらわれたまま、合流会はカムロ町を狙っている。それに人言派の影、それに伊達さんをはめたネズミの存在。次は一体誰が何を仕掛けてくるかだ。そんなもんどんな手で来ようがやるしかねえだろ。
あの人言派が合流会と手を組んだとなれば、また多くの血が流れることは避けられないね。とにかく一刻も早く合田会長の居場所を突き止めることです。杯さえ交わせば奴らの動きは封じられる。おい、何者だあいつら。どうなってんだ。なんだこれは。合流会の連中か。そこどかんかいボケ。またお会いしましたな、キルハン。ここから先は一歩も通さぬ。今日は龍二さんもおらへん。アンさん殺す気で思いっきり暴れさせてもらいます。やれや。合流会か。はい。合田龍二。おはよう、桐生派。葬儀の日に殴り込みとはどういうつもりだ。うちの若いもんは血の気が多てかなわんわ。やめえ言うてんのに勝手に突っ走ってしもうた。ほんますまんことしたの。どの面下げてきたんだ。寺田藩には昔よう世話になったさかい証拠をさせてもらいに来たんや。おめえの証拠など受けられねえ。とっとと帰れ。さっきからおっかない顔しとるけど、あんた何者や。若頭代行の柏木だ。ほんまでっか。わしはてっきり葬儀屋のおっさんかと思ってました。まあ人手不足の東条会さんならしゃあないかもしれませんな。新田会長はよそ様の組からヘッドハンティング。会長代行は未亡人のオーバーハン。おないな組と喧嘩してると思うとチートばかり泣けてきますわ。寺田会長ぶっ殺したんはてめえの仕業だろうが。おお兄ちゃん、この前の勢いはどこに行ったんや。畜生、ぶっ殺してやる。合田会長はどこにいるんだ。空気のええところでゆっくり休んでもろてます。目的は杯を阻止するためか。ええ、天下の近江連合とこんなヨレヨレの組が杯交わすなど
バランスが取れへんや。てめえ喧嘩売りに来たのか。ちゃいますね、ちゃいますね。今日はほんまに寺田藩を弔うつもりで来ただけです。それにわしも人の子や。厳粛な葬儀の場でドンパチやるほどアホちゃいます。香典です。お納めください。合流会の金など受け取れん。北条会は1年前にたかが100億のことで内輪もめしとったやないですか。銭に困っとるんなら素直に受け取った方がよろしい。こんな子供じみた挑発をして近江連合の6代目を告げると思ってんのかい。あんたが会長代行やな。合田会長の気持ちを思うと胸が痛くなるよ。何が言いたいんや、おばはん。親はね、どんなに出来の悪い子供でも可愛いもんなのさ。けどね、これだけ筋違いのことをされちゃ血のつながった親としては死ぬほど情けないはずだ。わしと親父は血などつながっておらんねや。え？せやから親の情なんかあれ。あるのはお互いに憎しみの感情だけ。あんたも大変やな。出しゃばりなおかんもって。てめえ、今日はもうお遊びはなし。お邪魔なようやし、そろそろおいとまさせてもらいます。そうやな。3日やな。3日。ええ、わしらもその間は毛に服させてもらいます。せやから3日後再戦と行きましょう。再戦だと。そうや、もうこれ以上ごちゃごちゃせんと一気に肩つけましょうや。神室町に血の雨降らせたります。せやけどうちには礼儀知らずのおっさんがおるからな。多分今頃田室町のどこぞで派手なパフォーマンスを繰り広げとるはず。礼儀知らず、誰だ。戦国や。戦国。何やこいつ。うりゃー。
真島の兄さん。遅いよ、キルちゃん。戦国組の兵隊全員ぶっ倒したね。兄さん、約束やったからな、ちゃんと守ったで。ああ、それよりはよ登場会の本部に戻るんや。なぜだ。連中街中でヘリ飛ばしたり兵隊を更新させたりしたんは、キリュウちゃんをここにおびき出すためや。ほんまの目的は本部を乗っ取ることや。本当か。なあ、裏で戦国組を手引きしたんは神道や。神道か。あのドアホ金で寝返ったんや。迷い行きや、キリュウちゃん。ここは私に任せて。あんた近くで見るとえらいピッピンさんやないかい。わしも無駄口聞かないで静かにしてなさい。じゃあ頼んだ。ええ。こんなことをしてただじゃ済まないよ。もう勝負はついたんですよ、姉さん。あなたが留守の間
一仕事させてもらいましたよ。戦国に買収されたそうだな。これでもう東条会の現体制は崩壊です。あなたの小細工で右往左往するような東条会じゃないわ。いや、自分には聞こえるんです。東条会が音を立てて変わっていくのが。今頃他の幹部は戦国組が送り込んだヒットマンの餌食になっていることでしょう。え、何？神室町に戦国組の兵隊が現れたそうだが、今日は五代目の葬儀だ。絶対に挑発に乗るんじゃねえと下の連中に言っておけ。はい。恥ずかしくねえのか、てめえが世話になった東条会を売り渡すような真似をして。売り渡しはしませんよ。私が次期会長の座について、ついでに姉さんを自分のものにします。何を言ってるんだ。俺はね、姉さん、前からあんたに惚れていたんですよ。私から逃れることはできませんよ。お前何してるのか分かってるのか。あんただって1年前に錦山の親父と女取り合ったでしょうが、それが原因で東条会はガタガタになっちまった。結局俺もあんたも同じ穴のムジナってことですよ。お前の女になんかなるつもりはないよ。方々に女を作っていた堂島組長より、私の方が姉さんを幸せにできます。あんたにあの人の何がわかるってんだい。他に女を作ろうとなんだろうと、私はずっと堂島宗平という男だけを見続けていた。死んだ今でも気持ちは同じさ。死んだ、聞いたろ。好きになった男を愛し続けることができる、それが女の強さだ。そんな能書きはどうでもいいですよ。欲しいものを力で奪う、それだけです。そんなことは俺が許さない。受けて立ちましょう。あんたの首取って東条会の跡目を継ぐ。そして俺は姉さんを手にするんだ。Ha ha ha!
覚悟はいいですか？
覚悟はいいですか、おじき。覚悟はいいですか、おじき。
覚悟はいいですか。覚悟はいいですか、おじき。うん、取れ。今をもって絶縁だ。とっとと出ておき。てめえの欲で組をめちゃくちゃにしやがって、ぶっ殺しやる。情けない。神道のような男に喉元に刃を突きつけられるとは。大公、申し訳ございませんでした。お前の責任じゃない。正面から来るのならまだしも、こうも裏をかかれちゃ手の打ちようがないだろう。いいかい、組員に伝えるんだ。神室町で近江連合の者を見かけたら容赦することはない。力ずくで叩き出せとね。はい。これだ。何？堂島組が人言派を？はかどってるか、まこと。なんだ、河原さんか。脅かさないでくれ。悪かったな。ちょっと表の様子を見てきた。まだ誰にも気づかれてねえみてえだ。13号資料室なんかに近づく人間はそうはいねえだろ。ついにその事件にたどり着いたか。さすがだ。知ってたのか、この事件を。ああ、最後のページを見てみろ。河原さんと府警の別所さんが。ああ、俺たちが担当したんだ。あんた、この事件を知ってて今回の捜査に参加したのか。ああ、公安の倉橋が人言犯を探ってると耳にして捜査の協力を申し出たんだ。なぜ。俺はその事件に借りがあるんだ。借り？もう俺の役目は終わった。あとはお前に任せる。どういうことだ。わけは聞くな。河原さん、人言派の事件を課長が担当していたってことは、柏木さんの言ってた担当刑事っていうのは。ああ、別所さんだ。本当に。間違いない。極秘の資料に名前が載ってた。河原のおっさんもそう言っていた。私にはそんなことは一言も言ってなかったのに。河原さんは俺にこれを渡して事件から降りた。どういうことだ。わからん。だがあのおっさん、まだ何かを握ってるのは確かだ。どうやらこの事件に借りがあるらしい。借りか。どうしたんだ。信じられないのよ。
どうして課長が。記録によると当時神室社の4階にいた別所さんは堂島組の動きを察知していた。だが裏で手を回して事件を黙認したらしい。つまり課長がヤクザを利用したのね。神室町の治安を回復させるには一番手っ取り早い方法だと判断したんだろう。しかし上層部にそれが漏れて別所さんは府警に飛ばされた。伊達さんはもうこの辺で手を引いた方がいい。人言派はただの組織じゃない。深追いすると命に関わる。それに警察に追われてるみたい。バカ言え、今さら後に引けるか。お前これからどうするんだ。郷田会長がまだ見つかっていない。龍二を追いかけて関西へ向かいらっしゃい。